ちゃこんにちは。さあ、豊さん。はい。豊さんの最終的な予想の優勝するのはどこでしたっけ？阪神。そうなんです。そうですよね。そうだよ。何がおかしいんだ。いいんです。その阪神が先日の巨人との直接対決、一つ落としました。まあ、落としたっていうか、まあ、痛み分けというかね、一勝一敗。ただやっぱ対戦成績を見ても、いろんな数字を並べてみても、このチームはもう双璧だな。いや、もう本当にあのジャイアンツも力つけてきてるし、で、まあ、阪神が力落ちたとは言わないけども、今年は去年よりはちょっと数字落ちてるよね。だからそういう意味では本当にこうなんか今並んでる状態というかさ、だから両方優勝してもおかしくない、どっちが優勝してもおかしくないぐらいのやっぱ戦い方をしてるな、はい、ということはですよ、阪神はまだアレンパできる可能性というのは、まあ、ちょっと残されてるけどね。豊さん的には何パーセントぐらい？俺的には 20% あるかなっていう。 20%、ジャイアンツが優勝する確率は8割、阪神は 20%、広島 DeNA はなしという。これ実は一応数学、統計学的に数字を出した方がいらっしゃいまして、巨人が優勝する確率が 92%、一方で阪神は 8% というふうに、これあの数字上で叩き出したものなので、でも何が起こるかがもちろんわからないのがまた野球なんですけれども、まあ、そうだし、まあ、人のやることだからな。はい、で、巨人は今現在9月23日現在なんですけれども、残り6試合。はい、阪神は残り5試合、これ巨人が4勝2敗でいってしまうと、もう阪神がどんなに5勝をしてもこれも優勝が決まります。あ、4勝2敗、まあ、直接がないっていうところが痛いよな。終わっちゃったんですよね。終わったな。そうなんです。でこれ3勝3敗、巨人が3勝3敗でいった場合は阪神が5勝全部勝てば優勝できます、可能性はあります。でここからはもうね、こう数字の計算になってしまうんですけども、もし巨人が0勝6敗、6連敗ということになった場合、じゃあ阪神の優勝条件となると2勝3敗、2勝3敗すれば巨人が6連敗すれば優勝ができると、こういった、まあ、数字なん、統計学上なんです、まあ、数字なんですけれども、まあ、ジャイアンツの今年の戦い方を見てると3勝3敗ではいけそうな感じがするな。まあ、ピッチャーとか、いろいろ考えたり、まあ、菅野、戸郷、グリフィン、まあ、そこら辺はなんとか勝つかなっていう。でもあとはちょっと山崎伊織にしたってそうだし、井上も8勝してるからね、もうね、言っても、うんうんうん、いやだから結構ローテーションの中心にもなってきてるし、でも3勝3敗では絶対行くような気がするな。だからもう阪神は絶対負けちゃいけないっていうことで、もう一つも落とせないというところですね。そうだね。だからもう阪神は願うくば3勝3敗で行ってくれと、6連敗願うバカはいないと思うんだけどそりゃ絶対勝つってここに来てここに来て6連敗したら、もういや、それはもう俺たちの実力不足だって諦めがつくと思うけど、巨人も、巨人もそうか、6連敗でもね、巨人が今からね6連敗食らうっていうことはないと思う。だとすると例えば2勝4敗っていうのは可能性的に巨人はあるんですか？なくはないよ な。ただまあ相手との兼ね合いがあるよ。もちろんそうですよ ね。でもいくらなんでもそのやっぱり優勝する目前のチームがモチベーション高く、5割ぐらいでは俺は行くと思うんだけどな。で阪神はもうほぼほぼ、いや諦めないよ、諦めないけどほぼほぼジャイアンツかと、でも負けた時にね詰め寄っとかなきゃいけないということで、まあ阪神はもう負けないっていうふうに巨人は考えてるんだろうな。ああそうか。これ巨人が2勝4敗だった場合、阪神は4勝1敗すれば優勝ができます。いやもう1敗なんか負けることなんか考えてないよ、ここからもう5連勝しかないと思ってるよ。だからいいチャンスで負けたというふうに、10連勝は難しいけど、5連勝は簡単じゃない？簡単って10連勝から比べると、まあそうですよね。だからジャイアンツにこの前負けたのが、よしこっからまたもう一回1からだみたいな、5連勝という、
だからもう巨人側は阪神は5連勝してくると、はい、うちはね、うん、あの負ける余裕を持ってまだ戦えるというようなことで進めるかなっていう、うん、なるほど、そうか、もうじゃあいやこっから6連勝するぞみたいな、うん、ちょっとね息が苦しくなるから、まあ、そうなりますよね、うん、だからまあ3勝3敗でいいけども、うん、まあできれば貯金を持って、ね、うんうんうん、この6つを戦おうじゃないかと、ね、だからまあ4勝2敗、うん、ね、これをまず目指そうみたいな、まず6連勝を目指すけども けどもっていうことですよね、けども、まあ、負ける余裕があるという、うん、まあ、指揮官は全部勝とうってもちろん、ね、はい、勝ってすっきり決めようみたいな、うん、思ってると思うけども、やっぱピッチャーのやりくりだとかいろいろ考えると、まあ明日からか5連戦があるし、そうですね、その中で無理は禁物だし、うんうん、よし3勝4勝ここら辺を考えて、うん、まあ左右振るっていくよね、もう岡田監督はもう待ってなしだから、もう全部故障勝ちに、もう石井切り式、もう最後はもうあれ俺の腕かみたいな感覚になると思うよ、そのぐらいもうやってくれないと困る、だって残り、まあ、5試合ですから ね、 うね、言うてもということは、阪神はここからじゃあもう5勝全部勝って、はい、巨人の結果待ちっていうことぐらいしかもう、まあ、望みがないよね。ということは5勝すればいいんですよね、全部あと残り勝てば。そうだよ、5勝すればいいんだですよね、うん、でここでスケジュールを見るとこれがね、はい、ややこしいのが入ってんだよ。そうなんです、まずは9月27日阪神はこれまずカープと、そして28日ヤクルトと、で29がこれ DeNA ですね、 DeNA と2戦当たります、そして最後もう1回 DeNA が来るという形です。これ DeNA の不気味だな、 DeNA3 つ残してるんですよね、実は、ね、広島はね、広島もまあやっぱ不気味だけども、はい、やっぱ状態上がってこないもんな、まあ、この頃には状態上げてきてるのかも分かんないけども、うん、なかなかやっぱ9月状態上げてきてないんで、そうですよね、だそんなに怖くはないかなっていうような感じはするんだけども、うん、やっぱ DeNA はもう打つじゃないまあそうなんですよね、いやだからちょっと怖いよな、うん、ただこの本当にこのカープとヤクルトとの27、28、これどっちとも2勝しないともうあと、いや違う5連勝するしかないんだここでいっぱいでもしちゃうと、いやもう終わっちゃうじゃないですか、まあ、終わりというか、はい、もうほぼほぼきつい、まあ、残されてる今統計学上 8% が 4% になる、はい、どんどん遠のいていきますよね。いやそう、もちろんそうだ。ということはもうカープヤクルトは絶対にここ当たり前ですけど、もちろん必須で取っていく、まあ、で一応、まあ、今予想されているのが阪神は、まあ、大竹投手かな、広島戦がね、はい、でヤクルトに次当たるのがこれが才木投手かなというふうに予想されてます。まあね、阪神の場合はまあこれはダメだと思ったらパッと変えていくよね、多分岡田監督がそら変えるよ、うん、多分でも大竹才木投手もスパッと変えていきますかね、岡田監督、いやもうダメだと思ったら変えるよすぐに、まあ、西勇輝とか、うん、どんどん、まあ、ああいうピッチャーを中に入れられるはずだから、石井も桐敷ももちろん入ってるし、はい、だからそれはもう総力戦だから、5試合全部が総力戦だから、そうですね、勝たなきゃいけない、いやもう勝って待つというね。でもこのヤクルトの打線も嫌ですよ。いやそりゃ嫌だよ、何言ってんの、はい、村上オスナさん、村上お前13試合中 9本ホームラン打ってんだよ、13の9だよ今ですよね、うん、まあ、試合とホームランね、はい、で13の9って、うん、絶好調ですよ、もうね半端ない時に上げてきてるよ、そこにもしかすると才木投手が行くんじゃないかと、だからうまくこう避けながらいけるといいけどね、うん、救いは前にサンタナが首位打者で当たってるバッターがいるということ、うんうん、で村上を迎えるということ、うん、でオスナーね、はい、だ村上とオスナーは天秤かけられるから、うんうんうん、だから嫌だと思ったらオスナーと勝負する、ね、あ今はもう絶対そうですね、もう絶対そうした方がいい、あと長岡選手を出さないとか、まあそうだね、まあ、出さないって言ったらバット持ってっからな確かに、いやだからまあそれはそういうわけにいかんのやけどさ、うん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 、あとはヤクルトのピッチャー陣から野手がどれだけ点を取ってくれるか、阪神
まあ、ある程度、うん、まあ、巨人あの阪神巨人この前やったけども、うん、あんな感じにはならないと思うよ。やっぱある程度点を取りながらっていうことはできると思うけどもね、うん、やっぱピッチャージャイアンツのピッチャーはまあ確かにいいわ。いいですよね。いやだからそれはなかなかね、打てなかっただろうと思うけども、はい、まあ、ちょっと落ちてくれたらね。そうですね、まあ、点は取りやすいよ ね。でここで仮にじゃあ2連勝しましたと、カープとヤクルトに、はい、でここで壁が来ました、うん、DeNA との2連戦です。20-30、うん、ここ肝だな。ここ肝です。阪神は予定されているのが一応予定ですけど村上投手ではないかと、うん、で翌日が春人投手、高橋春人投手ではないかと、はい、で DeNA これはあくまで予想ですけれども吉野投手と東投手をぶつけてくるんじゃないかなというふうにちょっと予想しています。吉野はある程度打撃戦になると思うんで、ね、はい、で、まあ、東の場合は、まあ、この前やられたけども東がね、はい、なぜやられたかっていう分析はもうできてると思うんで、うんうん、だからそこは違うパターンで投げられた時に攻略できるかなどうか、うん、あとはやっぱり東も疲れてるな。昨日ヤクルト戦、うんうん、一気に4点っていうのは東で俺あんま見て記憶がないもん。1イニングででしたからね。そうそう、うん、いやだからちょっと東も疲れてんだなと思って。そうです、ね、ただこれがもう6回ぐらいで継投に入るって言ったら、うん、東6回まででいいからねっていうふうに言っとけば、うん、これは仕上げてくるよ東投手の方が、うん、ただその後ね、はい、繋いでいかなきゃいけないから、うん、まあ、つなぎの投手に穴があるかも分からないしな。そうです、ね、だからこれは分からないけども東に6回まででいいよって、うん、もう疲れてるだろうから無理するんだと、うん、その代わりもう勝ち投手の権利を持って降りられるようにみんなで頑張ろうなみたいな、うん、ミーティングで、はい、やったらよ、うん、おーみたいなおおみたいな感じでお前桑原の中行くぞみたいな。一番ね乗らせたら嫌な。でも足動いてないからあいつ今足動いてないんだよ結構守備ねガーッといってボール叩きつけてくれてるんですけど、戸柱がこれだってちょっと調子に乗ってるから今戸柱選手もいいですしねそうそう。ただやっぱり阪神はピッチャー陣、ピッチャーはバッテリーはこの DeNA 打線、その牧選手、それからオースティン選手、宮崎選手、まあ、もちろん佐野選手もそうですけど、まあ、梶原が少し止まってるかな今、ね、今のところな、うん、牧がやっぱいいな、うん、今で2番にいますからね。まあ、そうだね。オースティンもちょっと落ちてるんだけど、まあ、ちょっとどっちに転ぶかだな、うん、あとは宮崎が、まあでもここって言った時には打ってくるからな、はい、代打でもねホームランとか打つので、やっぱ阪神側としてはいつも岡田監督がその口酸っぱくしてバッテリーに言ってるのがその、ね、オースティン選手だったり宮崎選手、牧選手への入り方がこうだったとか必ず言っているので。いや梅ちゃんがねこの前冴えてたよ。巨人戦で冴えてた、はい、だけどやっぱところどころいやこうした方が良かったんじゃないかなっていうところはあったにしても、はい、まあ梅ちゃん結構冴えてると思うよここのとこ。お大丈夫ですか？めちゃめちゃ。まあ大丈夫じゃないかなとは思うけどね。バッティングのね状態はなんか上がってきてるような感じがちょっとしたので。考えすぎるところがあるな。梅ちゃん。いや素直に言っとけみたいな。あ、裏返りは。そうかそうかそうか。この DeNA との2連戦で2連勝をいわゆるここから来ると4連勝、うん、3連勝する確率っていうのは豊さんの中ではどうなんですか？4連勝。はい。ここまで DeNA 大きい壁だと思うんですけど、ここ75かな。75、残りの25は負けちゃうんですか？広島戦が嫌だな。え、広島大竹が、うん、あ、そこですか、うん、出だしこれが3日間休みの初戦なんだよ、はい、でバッティングの状態がどうかなっていう不安があるのと、うん、やっぱ広島も上げてくると思うんだよ状態を、うんうん、そんなにね1ヶ月全員で沈んでるっていうことはないと思うんだよ、はい、だからここら辺からちょっと上がってくるかなっていうような感じもするし、うん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 、だからまあそうだな、ちょっと初戦取れれば確率はグッと上がるけど、はい、上がっていく。でも75っていうのとか、そっか75か、4連戦
だからね、4分の1 25%、はいはい、取ったら75、はい、そうです。だからのそのぐらいかなと。カープ、このカープとのその初戦に明暗若干かかってる可能性がある、うん、ここ取れると DeNA、 ここ DeNA、 DeNA はいけますかね、29、30は、うん、ここも一つどうなんだろうか、山なのかなっていう。でもそこまでに連勝できてるっていうことだよね、うん、はい、いやそしたら、うん、やっぱこうある程度打線も活性化しているということを考えると、うん、取れるかなっていうふうに思っている。おで、ここまで4連勝できてラスト10月です。10月の3日、うん、DeNA と最終戦あるんです。これが誰かわからんだろう、まだ、はい、まだわからないです。ここはいや、もう東もう僕いいですと、はい、言ったら来ないし、うんうん、いやもう一回行きますみたいな、うん、息ありすぎじゃない。でもそこ再起で応戦すると思うけどもね。ああそっか、29で投げ、あこれそうですね、再起投手が28で投げるとすると29、30、1、2、中4日になっちゃう。もう中4日だろうが、もうそこ4連勝で来てたとしたら、うん、まだ巨人の優勝が決まってなかったとしたら、はい、総力戦で来るよ。これ、まあ、ビーズリーもいますよね。ビーズリー中入っちゃってる、はい。ああそうか、そうだ、ビーズの中だ。そうそうそう、中そうか。じゃあもう小刻みに2イニングずつとか。いやもう行く、もう危ないと思ったらもう帰るよ、速攻ですよね。ダメだと思ったら。そうか、なもう人の勝ち星よりもチームの勝ち星だから。そう、いやそりゃそうだよ。確かにそうですよね。もうチームのためにやってんだから、みんな。これ4連勝でいったらこれ最後1勝取れそうな気がしますか。だからここで、うん、まあ、DeNA が3位でもう決定したと、うん、はい、なってきたら、うんうんうん、まあ、そんなに無理もしないよ、はい、だけどこの一戦でカープとのね、もう3位と4位で決まるってなったら、うん、やっぱ相手だって必死だからさ。そうですよね、うん、それはもう東、ジャクソン、K 揃えてくるよ。全員揃ってくるよ。きついですね。もう浜ちゃんはないから。浜ちゃんはないんですか。浜ちゃん中入れてフォアボール出したら怖いから。そうかそうか、そうそうそう。なるほど。じゃあ豊か線的には75%の確率で阪神アレンパ。いやいや、そうじゃなくて4連勝はある。4連勝あるってことですね。そうそうそう。で4連勝いったら、いや4連勝したってきついわけだから。まあ、そうなんですよね。そうだろ、数字的には。そうです、そうだろ、3勝3敗でいいんだから向こうはね。ジャイアンツは2勝4敗してくれたら、そうなんですよ。だからここまでに3敗しててくれたら、ジャイアンツが、そうなんですよ、それは確率は上がるよ。まあだから巨人次第にはなっちゃうんですけど、ね、いやそれはもう、それはそうだよ、もうマジック出てるんだから。そうなんですけどね。だから他力本願なんだから。そうですよ、ね、いや負けてくれること条件だから。そうですね、自分たちが勝てって言うんだったら、うん、そうはもう話は早いけども、うん、ジャイアンツが勝ちを積み上げていくたびに、阪神は辛くなってくるよね、どんどん重みを、ね、重しをこう乗せられていくような、うん、プレッシャー拷問を受けてるみたいな感じになってくる。そうですよね、正座してる膝の上に絶対にブロックを置かれるみたいな拷問ですよね。そうそうそう。ただ巨人も、あ、一つ負けた、あ、一つ負けたぐらいだったらこれで大丈夫かな。いやだから、ね、いけるぞみたいな、ね、石がどんどん取り除いてる。阪神の方がプレッシャーなんですよね。いや巨人も勝たなきゃいけないじゃん、プレッシャーで。俺は巨人の方がプレッシャーかかってると思うよ。あ、本当ですか。いやそりゃそうだよ、うん、だから阪神はもう行くしかないって。だからプレッシャーも何も行くしかないって、うん、でもこっちは守らなきゃいけないっていう、そう圧倒的に有利っていう方が守るものが大きくなるから、うんうん、そりゃプレッシャーがあるよ。そうですよね。国分監督がこの言ってたよ、うん、ね、一人旅、これはやっぱり最初目標にオリックスを設定してたけども、うんうんうん、いつの間にか一人旅になったと、はい、これはやっぱりどういうモチベーションで持っていくのとか、うん、やっぱ難しかったって。いやそれはそれでさ、周りは楽勝だって言うけど、うん、やっぱ中に入ってるらやっぱプレッシャーかかる。今のジャイアンツがまさしくそうだよ。それなんだ、うん、参拝できるんだって、うん、いやいやそんなもんじゃない、参拝したら4敗するんじゃないかと思ってるよ。そうなんだ、うん、そりゃプレッシャー大きいよ、巨人の方が。そうなんですね、うん、そうかね。いやまあね、まあ兼ね合いもあるので、阪神の、まあ、アレンパの確率っていうのは非常に少なくなってきてしまいます。自力はもうないですけど、まあ、20% だよ、俺の中では。 20% でいける可能性も十分あると。じゃあ巨人の優勝が 80%。
じゃあ最後にこの阪神5連勝で行くには、あのポイント野手ピッチャーどっちでもいいんですけど、野手で誰かポイントを挙げるとするとありますか？もう全員だな。まあそんなにね、もうこういう試合になったらポイントっていうよりも、おそらくねミスもしないと思うよ。もう木浪でもさ、いやよく取りますよね。ガチガチ中野でもガチガチだから、うん、でもそういう試合を5試合戦っていくよ、はい、だから誰がポイントっていうよりもよそ見をするやつもいない、うんうんね、5連勝に向けてみんな意思統一はできてるはずだ、はい、だからポイントじゃないよ。例えば打つ方とか作戦だったりとか何か仕掛けてくるとか、まあ、一番怖いのはピッチャーの失投だよね。高橋遥人、はいね、6回まで完璧だった、うん、7回ちょっと疲れがあるのかなっていうふうにちょっと感じたんだけど、うん、岡本へツーナーシング追い込んでからのインサイドへ外すボールが甘くなったんだよ、うんはい、これを逃してくれないんだよこういう時期ってね、うん、特に相手も優勝がかかってくると、はい、だからあの一つの配球ミスでもないコントロールミスがやっぱあの1点につながってるから。そうか、だからそれが怖いよ。間違えてもいいところはある、うん、でも間違えちゃ絶対いけないバッターとシチュエーションがある、うんはい、だそこを間違えないことだよ、うん、そこがポイントだよ。もうそこはバッテリーっていうことになってくるんですよね。例えば岡田監督がベンチで見ていてちょっとでももう疲れあって危ないなと思ったら、いやバッテリーもあるけども、うん、攻撃もある。攻撃も、うん、大山が二塁打打った時に、はい、里輝が、うん、もうこういう時期だから、うん、ホームランっていうよりもあの試合は1点取れたら、うん、どっちかが勝ったと思う試合だったでしょ、はい、雰囲気的に、あれ里輝がポンとセーフティーバントでもやっといてくれればさ、そうか、別にね打つだけが仕事じゃない、進めることだって仕事だよ、はい、だからもうこういう時期だから自分のプライドだとか、うんうんね、自分がヒーローになるんじゃない、チームをヒーローにしないと。そうですね、な、うん、だからそういう起点が聞けるかどうかだよ。そこですね、そこだと思うよ俺は。あ、うん、だから奇想天外なことをやらないと5連勝はないよ。ない、うん、だからスタンダードに今までシーズン通りの戦い方攻撃の仕方だと難しいよっていうことですよね。それは森下選手にしても里輝選手にしてもそうですよね。森下は多少引っ張りが強くなってんなっていう感じがするよね、うんうんうん、だから外のボールに対してのちょっと隙ができてるというかね。それは相手に疲れちゃってるっていう感じだったりもありますね。でも甲子園ってすごいな、うん、改めて思った、うん、あの作り出す、あの雰囲気を作り出すのはやっぱ甲子園だね。お前2年生で思いました。すごかったな。あれはテレビでもあの通ずるものがあった。すごかった。それとお金もらってないんだよ、うん、みんな、うん、払って見に来てるんだよ。そうですそうですそうです。それで学校の応援じゃないんだよ。違う違う。え、推しです。誰も学友はいないんだよ、うん、いませんいません。甲子園の決勝だと分かるよ、はい、慶応がみんなでぐわーっと陣取って、うん、わーわーやった、うん、あれよりすごいでしょ。いやもうちょっとすごいですやっぱり。お金出してないんだよ。学友でもないんだよ。でも統一感があるんだよ。いやすごい、あれはやっぱすごいな、うん、プロ野球って。しかもそれが巨人とで、さらに優勝を競ってるっていうゲームのシチュエーションがあそこに来たっていう。あ、いやすごかったですね。やっぱね改めて思ったのは野球の聖地は甲子園だなって思う。そうなんですね、はい。はい。